TBS ポッドキャスト TBS ラジオ知る若手動かす荻上チキセッション。オーストラリア、子どもの SNS 禁止法が可決。オーストラリアの議会で16歳未満の SNS の利用を禁止する法案が可決されました。国レベルでの禁止は世界で初めてです。法案はインスタグラムや TikTok、X などの SNS の事業者に対し16歳未満の子どもの利用禁止を義務付けます。違反した場合、事業者に最高で日本円にしておよそ50億円の罰金ですが、子どもや保護者への罰則はありません。YouTube は教育効果もあるとして禁止対象から除外されました。共同通信によりますと、アルバニージー首相は29日、可決後に記者会見し、SNS 上でのいじめなどが原因で、子どもを失った親たちに直接会ったことで、この問題を放置できないと思ったと語りました。インスタグラムなどを運営するメタは、議会の決定を尊重するとした上で、子どもの声が考慮されなかったと不満も示しています。法律の施行までは少なくとも1年間の準備期間を設けるということです。それではこのオーストラリア16歳未満の SNS 利用禁止法が可決、まあ、すぐさま動くわけではないということですが、はい、これから進んでいくということです、はい、このニュースについて社会学者で大阪公立大学准教授の明戸孝博さんにお話を伺います。明戸さん、こんばんは。あ、こんばんは、明戸です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。明戸さん、まずこのオーストラリアの議会の判断が注目されていましたが、 SNS 利用禁止を若者に行うという、はい、そういった法案が可決となりました。この動きについて明戸さん、どうお感じになりますか？はい、そうですね、まあ、少し前からそういうニュースが入ってきてましたし、まあ、もうちょっとアメリカのフロリダなんかでですね、すでに似たような、はい、流れがあったので、まあ驚きはしないと言いつつ、やっぱりでも実際に成立すると、まあ、一番これまででも厳しい話ではありますし、はい、かなり、こう強烈な法律だなというふうには感じました。うん、そうですね。そもそも SNS とそれから青少年などへの影響ということが今回取り上げられているわけですが、明戸さんはどんな点に注目されてますか？そうですね、もちろん今回の、法案の直接の、背景になったいじめの問題、それから、アメリカ、僕は主に割と見ているのはアメリカの方なんですけれども、はい、やっぱり、その未成年の性被害の問題というのが、リベンジポルノ の問題とかですね、そのヌード写真がばらまかれたりというようなことがやっぱりすごく増えているので、はい、それがまず、大きな問題だと思います。それから、もちろんいじめ全体がそうであると同時に、僕自身の、関心、もともと僕はネット上のヘイトスピーチというところからこの問題に入ってますから、はい、やっぱりその、さまざまなこうマイノリティの属性を抱えている、子どもたちが、さらにこう苛烈ないじめというか差別にさらされるという点、そういう点はずっとこれまでも関心を持って見てきました。とりわけやはり差別やヘイトスピーチが SNS 上で、青少年に対してどんな影響を与えるのか、この点についてはいかがでしょうか？正直なところ、ヘイトスピーチや差別の被害にあって、それがこう非常にこう苦しい経験になるというのは、子どもだけではもちろんないと思うんですね。ただ、やっぱり比較をしたときに、いろんなその情報源であったり逃げ場が相対的にはある大人に比べて、やっぱり子どもが早い段階でそうしたものにさらされるリスク、これ自体が問題だということはもちろんあると思うんです。だから、今回のような法律が出てくる、なんというか背景というか、その問題状況自体が、対処が必要だということ自体についてはもう全く異論はないんですね。そうですね、そうした上で各国では、直ちに SNS そのものを利用禁止するというよりは、例えばプラットフォーマーに責任を課すとか、それからヘイトスピーチを規制するとか、いろいろな対処というものを行ったりしています。オーストラリア以外の規制の動きについてはいかがですか？
はい、まあ、こういうニュースがあるとこういろいろとあの、まあ、あの各国でこういうことをやっているという話が出てきて、まあ、あのそれが共有されるということはあの大事なことだと思うんですけど、やっぱりここで気をつけなきゃいけないのは、はい、結構細かく違いがあるんですね。つまり、うん、あの今回のオーストラリアの法律というのは本当にざっくり16歳未満すべて一律に禁止という、まあ、その最初にちょっと強烈と言いましたけれども、はい、まあ、かなり改革乱暴な法律になってしまっているんですけれども、まあ、多くの場合は例えばその、保護者の同意がない場合には使えないとかですね、うんうん、あるいは、その、まあ、あの問題のある特定の、サイトであったり、コンテンツについて対策をするとか、まあ、なんかそういうとこうなんかすごく、細かい話というか、あの技術的な話になってしまうような気もするんですけれども、でも実際のこういうネットの話ってこうやっぱり乱暴に一律に規制すると当然あの無理が生じますし、メリットも失われるので、やっぱりその、いろんなこう事例を見ていくときに、結構その辺気を使ってやってる。特にあのヨーロッパ EU なんかは、うん、こういう規制をかなり気を使って前からやってきているので、まあ、そういう意味ではちょっと今回のはうんというふうにあの感じたわけです。うん、まあ、アメリカなどでもこうした SNS 規制のような動きもあるということでしたが、そうした規制の議論を進めていく、なんでしょう、プレイヤーというか、どういったスタンスの人やどんな方がその規制論を進めていくっていうような動きが赤田さん見て取れますか？これがですね、なかなかこうあの一言で言えないんですね。つまり、まあ、例えばあのこういう政治的なイシューになった場合、やっぱりイデオロギー右だの左だのっていう話にあの見えがちで、あの例えば、まあ、今回の直接のおそらく先例ってフロリダで、先ほどもちょっと触れたんですけど、フロリダで今年の春かな、3月だったかなと思いますけど、今、まあ最終的に14歳かなんかちょっと年齢が若干低めですが、まあ、あの一律禁止のが通って、であのフロリダの知事っていうのは、デサンティスというあの、トランプと予備選で戦った割とこう保守の強硬派で有名な政治家なんです。じゃあ、デサンティスがすごく、この法律をしたのかというと、実はそう全くそういうことではなくて、むしろ議会の中でその、こういう子どもの問題、に関心を持つ、まあ、今回のオーストラリアもそうなんですけども、やっぱり直接その保護者とか被害者の親に会って、すごくこれは取り組まなきゃいけないというふうに感じたこう議員がかなり積極的に動くっていうケースがあって、でそれがあまりその保守とかリベラルとか右左に関わらないというのが割と特徴なのかなっていう気がします。うんうん、こうしたいろいろなルール作りの話、日本での可能性、議論の行方というのはいかがでしょうか？はい、まあ、あの日本でおそらく、まあ、直接同じことではないんですけど、はい、あの今回みたいな話が出てきたときにこう思いつくのって、あの何年か前に あった香川県の条例ですね。ゲームを禁止するっていう、あれも実際に別に実効性というか、あの具体的な何か、縛りがあるわけではないんですけど、まあ、結構あれがあの話題になったというのがあの一番近い例かと思うんですが、まあ、正直あれは外れ値というか、ちょっとこうあの他の流れからは離れた事例だと思うので、日本の中で今後この SNS の問題、あのもちろん似た問題、あの最初に言ったようなですね、いじめの問題、性被害の問題、ヘイトスピーチの問題、あの同じように日本でもあるんですが、少なくとも今回のオーストラリアみたいな、あるいはフロリダのような話に日本が今なるという状況には一応ないというふうには見ています。またヨーロッパ型のような立法、要はプラットフォーマーに対しての一定の責任や制限を課すということ、この動きについてはいかがでしょうか？はい、あのここも少し細かい話になるんですが、重要なことかなと思うので、その EU はその比較的早くからネットに関してプラットフォームに対する規制が進んできたと、先ほどもちらっと言ったんですけど、例えば今回みたいな子どもの話についてもですね、はい、その、プラットフォーム、まあ、例えば分かりやすく言うと、メタの、フェイスブックや、インスタグラムですけれども、ああいう、プラットフォーマーが持っているアルゴリズム、つまりどういうコンテンツをどういうタイミングでどういうユーザーに表示するかって、あれかなりそのプラットフォーム会社側が全部あれ操作をしているわけですよね。で、はい、それに関して、まあ、これは子どもの場合もあるし、もうちょっと全体の場合もあるんですけれども、あのそこで悪意のある操作、あるいは煽るようなアルゴリズムを使わせない、こういうところで、もっと、
こう抑制を効かしていく必要があるというのが基本的なあの EU のやり方なので、はい、こう今回みたいにいきなりその SNS 自体禁止するということとはかなりやっぱり違うことを これまで EU の方ではやってきたというところがあると思います。なると今どういった傷つきの状況があってそれをどうやって減らしていくことができるのか、そうした整理というのも必要になってくるんでしょうか。そうですね、だからあの一見こう遠回りに見えるかもしれないんですが、やっぱりその具体的にどういう問題があるのかっていうことをあのリストアップして、まあ、全部をもちろんまとめて対処できればいいんですけれども、そうすると今回みたいな話になってしまうので、やっぱり一つ一つ問題、そのそれぞれの特徴がありますから、つまりネットというのはもう今あらゆる社会の問題がネットでも もう一度再現されるような形になっていて、こうネットっていう括りだけではおそらく対応できないと思うんですよね。だから、はい、あのその部分やっぱり丁寧に見ていくということが、まあ、今後日本でもあの話議論にはなってくると思うので、あのそこはやっぱり重要なところかなと思います。なるほど。また少しそれますが、今日の所信表明演説ではね、あの石破総理が闇バイト対策に力を入れるんだと、だからそのある種のコンテンツについては、はい、例えば削除対応とかそうしたものにもっていうような触れ方もしていましたが、はい、こうした SNS への、まあ、ある種、まあ、治安あるいは安全性確保のための政府の介入などについてはいかがですか。はい、そうですね、あのこれは一方で、まあ、ネットっていうのは本当に、何をやってもいいんだっていうふうに言われていたのがついもう10年前ぐらいまではそうだったというふうに考えると、はい、まあ、あのいろんな意味でこう、政府公的な機関が、ネットに対してきちんと、そのガバナンスを行わなきゃいけないという意識になってきたこと自体は、僕はこれは別にあの悪いことではないというか、むしろ重要なことだと思っているのですが、はい、まあ、そうなってくると今度は逆に、なんていうか、あの今回のオーストラリアの例のようにこう、まあ、ある種のパフォーマンスというか、そのもちろん闇バイトの問題というのは、今すごく問題、まあ、学生からもよくあのコメントペーパーなんかであの上がってくる事例で、はい、すごくあの関心持っててるなっていうふうにむしろ思ったりするんですけれども、その時に、まあ、じゃあ具体的にどういう形でどういうサイトを、どういうふうに、規制していくのか、これは法的な話でもあるし、それからプラットフォーマーのアルゴリズム、技術あのテクニカルな問題でもあるので、まあ、そこら辺をこうきちんとあの両方分かる人間が見ていくっていうことが大事だなと。あまりその乱暴に、上からボンって言ってしまうと、はい、おかしなことになってしまうので、あのそこの調整がすごく重要だと思います。わかりました。明戸さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。大阪公立大学准教授の明戸孝博さんにお話を伺いました。 TBS ラジオ、 TBS ラジオ、 荻上チキ、 荻上チキセッション。